増えてるらしいんだよ。空き巣とか犯罪、ほら外国人のとか危ないんですよ。本当ですか小林さんですよね。はい、あの前に話したでしょ、この店出すときに資金援助してくれた親父の幼馴染の資産家の方がいて、その息子だ。うん、俺もいいと思うんだよ、仕事慣れてるみたいです。こんにちは、私アナベです。何卒よろしくお願いします。結婚してたのなんで黙ってたんですか。こんにちは。あ、なんか急にお客さんが来たみたいで、すみません。田川さん入りますよ。外国人登録者を見せるように。